万三郎が長崎から急遽江戸に呼び戻され紀州藩の浜屋敷の門前に立つところからお話は始まります「風流太平記」「山本周五郎」「賢治」「一 九月中旬のある晴れた日の午後、千葉新阿弥にある紀州家の浜屋敷の門前へ、一人の旅装の若者が来て立った。長い旅を続けてきた者と見え、肩へかけた旅能も着ている者も,も、すべて汗じみ、埃りまみれであるが、傘を脱いだところを見ると、 今は洗面したばかりのようにさっぱりと抑えた顔つきをしていた。目鼻たちははっきりとして、ちょっと強情らしく、効かない性質のようであるが、やや尻下がりの目や口尻の切れ上がった唇のあたりに、人を引きつける一種の魅力があった。背丈は五尺たっぷり。 中肉で引き締まった貧瘡そうないい体であった。彼は傘を脱いで門番小屋の方へ近づいていった。その時、向こうの街角から一人の少年がこちらを覗いた。どうやら彼の後をつけてきたものらしい。若侍が番小屋に近づくと、さりげない素振りでこっちへ出てきた。年は九つか等であろう。 古びた目倉島のほころびだらけの合わせに三尺を締め、擦り切れた藁揃りを履いている。色が黒く、目が丸く、いかにも悪道といった感じであった。少年はゆっくりと門の前を通り抜けた。それは若侍と門番の話を聞くためのようであった。その丸い目が素早く左右に動いていた。 奇襲様、お浜屋敷でございますな。と、若侍は門番に行った。河野殿を訪ねて参った者ですが、通ってよろしゅうございますか失礼ですが、ご生命をどうぞ。老人の万氏が物上に言った。長崎から参った花田万三郎という者です。久之助の弟で、 手紙が届いているはずです。すると、老番子の顔が驚きのために緊張した。すると、お手前様は、河野九之助殿をお尋ねでございますか。そうです。それはそれは。老番子は声を弾ませた。すぐには後が続かないらしく、痩せた首の、 大きな喉仏を二三度も上下させた。河野とおっしゃったので、他の河野様かと思いましたが、河野久之助様だとすると、非常にお気の毒でございます。河野がどうかしたのですか昨べ、自家をお出しなさいましてな。 夜半の、さよう、寝の刻半、一時頃でございましたろうか。時下というのは、火事ですか若侍はじれったそうに聞き返した。さよう突然の出火で、老番氏はしたったらずな口ぶりで続けた。まったく突然の出火で、 それも大層火の周りが早かったものですから、人が出てみたときはあなたも屋根が焼け抜けておりましてな。まるでもう手のつけられないありさまでして。若侍は辛抱ができなくなったらしい。それで一体家人はどうしたのですかつまり、お気の毒と申すのはそのことでございますが、ご一家全部、 ご承知なさいましたようで若侍はあっと口を開けたご視聴ありがとうございます。明日もお楽しみに